最後のお話し会終わりました。ありがとうございました。本当はお風呂入る前にやって、最後お疲れ様でした感を出して、なんかメイクしたままやろうかなって思ったんですけど、ちょっとやっぱ寒くて一刻も早くお風呂に入りたくなっちゃいまして、先にお風呂を済ませてまいりました。すいませんでした。でも私まだうなぎ食べてないんですよ、実は。マジでお腹空きすぎて、そうだからなんていうの、空腹よりもお風呂が勝って、でここまでうなぎを我慢したんだったら、もはやうなぎ食べながら YouTube 撮った方がいいんじゃないかって気持ちになってきて、ビールを飲みながら、どう？ドライヤーいい？なんかあんまりめっちゃオフモードの私は YouTube に載せたことないので、めっちゃオフモードの私撮れるんじゃないみたいな、そうすっぴん YouTube でうなぎ。ねえ、なんだろう、話し会の振り返りってさ、絶対今まで印象に残ったファンの人の話とかするよね。ねえねえ、こうやってなるとさ、こうやって話すってなるとさ、なんだろう、印象に残ったお話し会、まず電波大事、めっちゃ電波大事じゃないですか。新幹線からお話し会やる人とかね。え、何があるかなと思って参考にしてほしいね、これからお話し会参加する人。有線のイヤホンつけた方がいいよとかね。電波良いとこ推奨。いろんな景色見せてくれたり、あと握手会もね、握手会はただ走ってるとこを見てほしくて、握手しないで俺が走ってるとこ見ててって言ってそのまま走って消えてっちゃったりとか、あとなんだろう、なんかあります？なんかありますって私が考えるんだよね。腕立て伏せあった、そう、そういうの腕立て伏せ見せてきたりね、握手しないで。宮古島から確かに今空港だよとかね、おもろい話題提供したかったな。なんかつむじ見せて喜んでる人いたりとか、あとはなんだろう、ローソンのバイト中に、あ、これダメか言っちゃやめようねダメなやつだね。あとなんだろう、あとなんだろうな、なんだろう、なんだろうな、何があるかな。研究生の時はめっちゃ説教されて泣きながら握手したこともあったな
に来た人とかはね覚えてないんだよね。あとなんだろう、海外からたくさん、海外から来てくれた方も多かったし、確かに話しながら思い出しそう。確かに、いやなんせさ、こういう YouTube マジであんま撮んないじゃないですか、一人で語るみたいな。なんかうまく話せるかなと思って今めっちゃメモしてるんですよ。研究生の時の思い出とか、なんかあるかな、なんかあります？メモしてあると逆にね。私あんまり記憶がなくて、研究生の頃は可もなく不可もなくの握手しかしてないって。いやだろうな、私本当に記憶ないですもん。なんか握手頑張ってファンの人増やそうとか本当に戻りたいんですけど、高校生の時になんかここでアイドル握手頑張ってのし上がろうみたいな気持ちマジで皆無だったから本当申し訳ない。いつぐらいからそう思ったの？いつぐらいからだろうね。何、ハゲ皿かぶって剥がしの人が剥がすときに、な、何それ、何何何、皆無でしたよ。なんか本当に高校生そういうの言ってた。そっかそっか、握手の記憶皆無ですって。オンラインで印象に残ったファンの人の部屋は？ファンの人の部屋？なんかめっちゃ豪邸な人とかさ、超豪邸だねみたいな、そう勝ち組の部屋って言ってた。かっこよかった。強いよね。強ってなった。部屋が見えるのも楽しかったよね。初めて握手会行ったのに名前覚えていて、あれですよね、ショールームで来てくれる人は覚えてました。めっちゃオタクの部屋って言ったっけ？逆に家から参加したことない。洗濯物干してるの。そうだね。なんか思い出せばもっとあるはずなんだけどな。昔の握手会1年ぐらい覚えてくれ。あと私昔は推しを聞いてたね。なんか推しメン誰ですかって。
カメラ近すぎ篠崎さんからリアルでの鬼顔小さ篠崎のギャップで大丈夫顔見てゆりちゃんでしょって決めつけられた。合ってたじゃん。で私はさ名前呼んでるつもりなんだけどさ、ただチャーンからしか聞こえないんでしょ。しかもバカデカボイスでチャーンって、それみんなに言われるけど、こっちとらはさ繋がった瞬間から叫んでんのよ。ちゃんとね叫んでんのよ。仕上げはオイル。お母さんな地味に普通に突っ込まれた。お腹すいた。こういうことをさショールームで言うとさ、お母さんから LINE が来るのよ。あなた今から食べるのみたいな。現地ツーショット撮ろうとしてスマホ奪われて自撮り練習したり、そんなことしたことないよ。サラサラ。いい感じです。3分じゃあ YouTube 撮ろっかな。お腹すいたし。ヘアミルクはね王子は使ってますよ。今日ラストだから早口にならないで話せてよかった。お手紙書いてたもんね。上手にできました。じゃあ順位を見たいと思います。昨日ありがとう、全部最強の思い出や、私もだよ。13位から13位、ちゃんたちゃん。12位アギャリアとチームナンさん。11位やっち、これからもあやな一筋、ありがとう。10位ゆうきさん。9位山崎正弘さん。正弘のことちょ言わせないでもらっていいですか。はい。8位マスターしたくチームナンさん。7位夏でもはるさん。6位ひぴちゃん。5位ひろゆきさん。3位すずぱらべもつさん。2位じゃない、なんかずれた。6位ひぴちゃん、ラストお話かありがとう。5位ひろゆきさん。4位すずぱらべもつさん。3位ゆきちゃん、今日も好きでした、そして毎回本当に楽しかったよ、私もだよ。2位なおじいさん。1位まちゃるさんでした。55位もなちゃん枠がしんちゃん、ゆいはん、神押しさんでした。ありがとうございました、お疲れ様でした。
あれ待って、私明日すごい朝早いことに今気づいちゃった。大変だ、明日朝早いんだった、忘れてた。あれ YouTube 撮ってる場合ではないかも。確かに忘れてた。バイバイ、お疲れ様でした。忘れてたな、 YouTube 確かに撮んないで寝るか。じゃあさっきうなぎ食べればよかったね、配信中に。じゃあね、おやすみ。バイバーイ。気まずタイム長め。おやすみー。